2023年4月19日、あちらがタオジ駅です。タオジ駅で、こちらがユウシカさん。ちょっとだけ看板見えますよね、右手の方、ポールの立ってるところ、標識ので、すぐそこに子供クリニック。もう何年も前からおかしい、あっちこっちで余計なものを作りすぎ。で、アスカ薬局ってありますけども、こんなもん各そのクリニックとか病院内で薬渡したらいいだけ。結局医者が許可出して薬剤師が薬を、配布してるだけですから、余計な建物を作りすぎ。このおかしなシステムやめて、そこが津田内科で、こちらこのまますぐ上に上がっていったら、北新清和台の方へ行くんですけども、そちらの方にも歯医者さん等があります。一旦電源切ります。